日食。日食、日食、ソーラーエクリプスとは、太陽が月によって覆われ、太陽が欠けて見えたり、あるいは全く見えなくなる現象である。日食と表記する場合がある。1日すなわち、新月の時に起こる。月と太陽の四直径は、ほとんど同じであるが、月の地球周回軌道及び、地球の公転軌道は楕円であるため、 地上から見た太陽と月の四直径は常に変化する。月の四直径が太陽より大きく、太陽の全体が隠される場合を回帰日食、または回帰食。トータル、エクリプスという。逆の場合は、月の外側に太陽がはみ出して細い光輪状に見え、これを金管日食、または金管食。アニラエクリプスという。 場合によっては月と太陽の四直径が食の経路の途中で全く同じになるため、正午に中心食となる付近で、回帰日食、経路の両端では、近間日食になることがあり、これを近間回帰日食、または近間回帰食。ハイブリッドエクリプスと呼ぶが、頻度は少ない。回帰日食と近間日食及び、近間回帰日食を中心食と称する。 中心色では本影と金管色影が地球上に落ちて西から東に移動しその範囲内で中心色が見られそこから外れた地域では半影に入り太陽が部分的に隠される部分日色または部分色が見られる半影だけが地球にかかって地上のどこからも中心色が見られないこともあるまた日の出の際に太陽が欠けた状態で昇る場合を特に ひ時退職、逆に欠けた状態で日の入りを迎える場合をひぎたい、職、日没退職と呼ぶ。この場合、いずれも、職の最大を迎える前と職の最大を過ぎた後に分類される。直接の原因は、地球の周囲を公転する月が地球と太陽の間に来て、月の影が地球上に落ちることによる。月の影に入った地域では、太陽が欠け、 あるいは全く見えなくなる。地上から見た太陽は、毎日昇っては沈む、日周運動とは別に、王道と呼ばれる、仮想の軌道を一年で一周している。太陽は明るいので目で見たのではわからないが、星座の間でゆっくり位置を変え、365.2422日で元の点に戻る。すなわち1日に角度で約1度動くことになる。 同じく月は、白道と呼ばれる、仮想の軌道を27.3217日で一周、する。地上から見ると、月の方がおよそ13倍も早く天球上を動く、ことになる。ただし、月が太陽を追い越す時が1日すなわち新月であり、地球を挟んで月が太陽と180度の位置に来た、時持ちすなわち満月であるが、1日から次の1日までの時間。 つまり、満ち欠けの周期は二十九点五三零六日である。月の公転周期二十七点三二一七日は、昨晩月の周期二十九点五三零六日と一致しないが、これは、公転周期が宇宙空間、構成を基準に置いているためである。一方、地球は、太陽の周囲を円に近い軌道を描いて、公転しているため、月が一日の日から一周公転しても、 地上から見る太陽が王道上を先行してしまっており、月が太陽に追いついて、次の1日になるには2.2089日余分にかかることになる。もし王道と白道とが一致していれば、29.5306日ごとに起こる1日においては必ず月が太陽を覆い隠す。つまり月の影が地球上に達して日食が起こり、後には必ず月は、 地球の影に入って月食が聞こはずである。しかし実際には、王道と白道とは、105.1度の傾きでずれているため、1日の時、実月の合わせというでも月が、太陽の上や下を通過する場合や、持ち、実月の章と呼ぶに際しても、地球の影の外通る場合が多い。日食が起こるのは、月が王道、白道の交わる点つまり、交点、月の昇降点。 高校点付近で1日となるときに限られ、月食も高点付近で文字になるときに限られる。太陽を基準にすれば、太陽が高点付近にいるときに月が来て、1日になれば日食が起こることになる。太陽が高点付近にある期間を食の季節といい、日食はこの期間以外には発生しない。交点は2箇所ある、つまり昇校点と高校点が相対しているので、 太陽が王道を一周する間に日食が起こる、機会が度ある。ただし、光点は太陽による月への接動のため、1年に19度ずつ交代しており、太陽が光点を出て、再び戻ってくる周期は346.6201日となる。これを、食年と称するが、実際の日食や月食は、 約346日から347日周期、交点は2箇所あるので、起こるとすれば、半分の約173日周期になるでは起こっていない。日食は1日の時にしか起こらないから、食年に最も近い日数となる12作望月すなわちおよそ354日周期、交点は2箇所あるので、半分の6作望月。 およそ177日周期になるで見られる。表は21世紀初頭の日食の一覧であるが、桃色、水色で区分したそれぞれの日食は、ほぼ354日周期で発生していることが分かる。表のデータは、主として、理科年表平成26年、丸前2013年によった、職年346.6201日と12、昨晩月、 354.3672日には7から8日もの差があるが、それでうまく実月が重なり、日食が起こるであろうか。太陽と月は共に30分前後の出直系であるから、ちょうど交点でなくとも、その前後の場所で出会えば食が起こりうる。その範囲は条件により多少異なるが、交点の前後15度から18度程度である。仮に、 光天から15度もしくは18度近く離れたところで、月と太陽が最接近、実月の合わせすれば、月は太陽の一部を隠して北極もしくは南極付近で食が見られる。その約354日後には、実月はさらに光天の近くで合わせとなり、最接近し、低緯度で中心食となる。しかしその後は月と太陽は離れる一方となり、 4回程度で色は起こらなくなる。上の表で、例えば桃色の場合は、南極での中心色で始まり、急速に北上して、北半球で周期を終えており、水色で示した色は、北極に近い高井度での中心色に始まり、南下して南極での部分色として終わっているのがわかる。すなわち、太陽が高点から、 反対側の交点に行くには173.3101日弱。かかり、元の交点に戻るのには346.6201日を要する一方、6作望月は177.1836日、12作望月は354.3672日である。したがって、月と太陽の位置のずれは回数を重ねるごとに大きくなる。それは、 ある時点で日食が起きた場合、いつまでもその状況は続かず、4回ほどで途切れてしまうことを意味する。回を重ねるたびに、実月の距離が大きくなり、ついには、食を起こさなくなるのである。無論、新たな周期が始まっては繰り返され、よって日食が途絶えることはないのは、表を見ても明らかである。通常は、交点での実月の合わせは1回であるが、 太陽の移動速度は1日に1度という、ゆっくりしたものであるため、交点から離れた手前で合わせとなって、食を起こした場合、29.536日後に、再び月が巡ってきた時にもまだ食の起こる範囲内にいる場合がある。したがって、このような場合には1ヶ月足らずの間隔で日食が見られる。ただし、実月の位置の隔たりが大きいので、 起きる色は高緯度での部分色がほとんどで、表の2011年がそれに当たる。稀に、中心色になっても、極地でかろうじて見られる程度である。さて、王道と白道は天気を取り巻く、円、正確には、楕円で表される。これらが傾きをもって交差しているから、交点は、円の中心を挟んで2箇所あることは、すでに何度も述べた通りで、従って、 食の季節は通常は年2回であり、日食は1年に最低2回は必ず起こる。しかし、食の季節が3回になる年もある。これは、すでに述べたごとく、光点が太陽の動く方向と逆向きに動いている、前進ているためである。もし光点が固定されていれば太陽は、平均およそ365日周期で、元の光点に戻り、これが、食年となるが、 実際には346.6201日でしかない。職年は1年より19日ほど短いので、年の初めに職の季節があれば、年末に3度目の職の季節が巡ってくることになる。一方、前述の通り1作望月は29.5306日で、あるから、これを12倍すると、約354日になり、やはり1年よりおよそ11日短い。 従ってある年の1月初めに日食があれば、その年半ばと12月末の3回日食が発生する機会が訪れる。前述のように、食の季節には日食が少なくとも1回、多い時には2回起こる。よって日食は年によっては3回、ないし4回、稀には5回起こる。1935年。ただし、 日食が連続して起こるにはどうしても1、昨晩月、つまり約29.5306日を隔てなければならないから、仮に3回の食の季節にすべて2回ずつ日食が起きたとしても、その期間は365日を超えるため、最も多い年でも日食の回数は5回が限度である。また、食の季節であっても月食は起きないこともある。 月食が全くない年が数年に一度あり、発生頻度で見れば日食は月食より多い。詳しくは月食を参照。しかし日食は月の影に入った地域でしか観測できないため、地球全体で見れば日食は頻繁に起きていてもある地域に限定すると日食が観測されることは少ないが、月食は起きている時に月が見えているところでは必ず観測できるので、一般には 月食の方が見られる頻度が多い。蒸気の例から日食に周期性があり予報できる可能性があることがわかる。前の章で記述した354日周期または177日周期は地球全体から見れば最も短く扱いやすい予報法であるが古代人の予報手段には使えない。食が起こる地域が大きく変動する一方、 古代の人々は自分たちの居住地から大きく移動することはなかったし、遠く離れた地域からの情報を入手するのも不可能であったから、地球全体での食の発生を知ることはできず、日食を見る機会はもっぱら自分たちの住む地域とその周辺に限られる。そうした制限下では、日食はあたかも不規則に起こるように見えるため、現在のような天文学知識のない古代の人々は、 突然太陽が欠け、時には見えなくなる日食の発生を非常に恐れたが、やがてその発生に強い規則性があることが知られ、原因はわからないながらもあらかじめ予報できるようになった。実際には日食、月食は、天球上の月と太陽の規則的な運行周期の一致により発生するもので、いわば実月の運行周期の公倍数として考え得る。その視点に立てば、 地球上の一地点でも食はかなり規則的に起きるので、ある程度の期間にわたって食発生の統計が得られれば予報が可能となる。ただし、そうした周期は非常に長いので人間の一生程度の時間では把握できない。食の予報は人類が文字を発明して数百年もの長期にわたってデータを蓄積できるようになって初めて実現した。日食や 月食の予報は、まだ地動説は、愚か地球が丸いことさえ知られていなかった時代にすでに行われていた。長期にわたる記録を整理して、食の発生に周期性があるのを発見したためである。古代において、日食は重大な関心を持たれていた。中国では、紀元前2000年頃の夏の時代に、義とはという二名の視点観が酒によって、 日食の予報を怠ったため処刑されたという有名な話が諸教に記されており、事実であれば当時すでに日食の予報が行われていたことになって世界最古の日食予報になるが多くの学者の研究にもかかわらず該当する日食がなくこの記事そのものの信憑性も疑われている。中国においては1994年に存在が確認された。 上白素愛館と呼ばれる畜館の中に、セリ、縦打ちのと称されるものがあり、聖の観光が、回帰日食を恐れて、宝粛の還元を聞いたという故事が載せられている。式においては、戦後を敷いていた、全館の最高権力者旅行が日食を目の当たりにし、悪行を行ったせいだと恐れ、新所天文史では太陽を、君主の象徴として日食時に、国家行事が行われれば、 主の尊厳が傷つけられて、やがては進化によって、国が滅ぼされる前兆となると解説しており、あらかじめ、日食を予測して、これに備える必要性が説かれている。中国の日食予報は、戦国時代から行われていたが、三国時代に編纂された、継承歴において、高度な予報が可能となった。このため、日本の朝廷でも、児童天皇の時代以降に歴博士が、 日食の予定日を計算し、天文博士がこれを観測して、密葬を行う規則が成立した。養老律令の犠牲令、演技式音明料式には歴博士が、毎年1月1日に、音明料に、今年の日食の予想日を報告し、音明料は、予想日の8日前までに、中塚佐賞に報告して、当日は、国家行事や一般政務を中止したとされいる。六国史には、 多くの日食記事が掲載されているが、実際には起こらなかった日食も多い。ただしこれは日食が国政に重大な影響を与えるとする当時の異跡者の考えからあらかじめ多めに予想したものそのまま記事化されたためと考えられ、実際に日本の機内、現在の近畿地方で観測可能な日食。 食分0.1以上については、比較的正確な暦が使われていた奈良時代、平安時代前期の日食予報と補正確に合致している。1183年の自称、樹影の乱の水島の戦いでは戦闘中に、金冠日食が発生し、源氏の兵が混乱して兵士が勝ったと、原兵制水器などの資料に記されている。当時、兵士は、 国家として暦を作成する仕事を行っていたことから、兵士は日食が起こることを予測しており、それを戦闘に利用したとの説がある。江戸時代の1839年、天保10年には金冠食が発生した。幕府の役人は、従来の中国式の予測時刻と伝来したばかりの西洋式の金冠食の予測時刻、2種類の計算を行い、 築地の海岸で観測を行った。西洋の方法での予測が的中し、見える位置、時刻ともに正確であった。以降、西洋の天文学が日本で急速に広まっていった。西洋においては、トルコから西アジアにかけて領土があったメディア王国とリディア王国が長期にわたり戦争を続けていた。紀元前6世紀初め頃。 ギリシャの哲学者タレスが予言していた日食が実際、沖、両国泡を結んだという話が、ギリシャの歴史学者、ヘロドトスの歴史、ヒストリアに書かれている。これも多くの天文学者の興味をそそり、その日食を特定する試みがなされ、紀元前584年5月28日の回帰日食と推定された。この日食は、南アメリカ北端から北。 大西洋を通り、ヨーロッパを経て、トルコ北部からカスピ海の南に達したものデるが、異説もある。タレスは、古代バビロニアで考案された、予報術を用いたとヘロドトスは知るし、これは次に述べる、サロスであるとの説もあるが、サロスは、当時のギリシャでは知られていなかったというのが、天文学士の主導的見解であり、タレスは、それまでに伝えられていた大雑把な法則に基づいて、 日食発生の年を予言したが、月日までは言及できなかったと考えられる。最も古くから知られていたのは前日のサロスと呼ばれるもので、紀元前6世紀頃にバビロニアで発見されていたとされ、また、ギリシャでは紀元前443年、高昇天皇33年に数学者のメトン2をメトン周期が発見された。すでに記した通り、 1昨晩月は29.5306日であり、223昨晩月は6585.3212日となる。月が交点を出て、再び戻ってくる、交点から始まる軌道を一周する交点月は27.2122日であり、242交点月は6585.3575日で、全者に極めて近い。 また月が地球をめぐる光天軌道のうちで、近地点に来た時を近天月というが、239、近天月は6585.5375日で、やはり非常に近い。さらに一食年346.6201日を19倍する、すなわち19食年は6585.782日で、これも大差がない。そのため、 223作某月にあたる18年と11日、順年の配置によっては10と8時間ほどの周期でよく、似た状況の日食、継続時間、食の種類等が繰り返される。これがサロスと呼ばれる周期である。ただ、余分の8時間が癖物で、次回の日食は、軽度でおよそ120度西にずれたところで起こる。その次はおよそ240度西方に動き、 三回目で元の位置に戻る。そのため実用上は三サ,サロス、すなわち五十四年と約一ヶ月を用いるのが良い。下の表にサロスの実例を示す。三サ,サロスごとにほぼ同じところで日食が起こっていることやサロスは近天月や食年の倍数とよく一致しているので毎回起こる食の状況も似ていることがわかる。 表を見ると、食によりサンサロスの間に経路が少し北上または南下したことがわかる。サロスは普遍ではなく、千年程度の期間で、極地方の部分色から始まって少しずつ北上、あるいは南下して赤道を越え、最後は反対側の極地方の部分色となって終わるという経過をたどる。また、サロス周期は約18年であるが、日食は毎年起こる。 これは複数のサロスが存在するためで実際に18年間に40個ほどのサロスが食を繰り返しておりオランダの天文学者ゲオルグ・ファンデンベルグがサロスにつけた投資番号が一般に使用れている1年は365.2422日であり19年は6939.6018日となる一方 2 3五作望月は6939.6675日で非常に近い。さらに20食年346.6201日20イコール6932.402日とも禁似する。したがってある日食からちょうど19年後には再び日食が起こる。これをメトン周期と呼び、中国では小または小宝といった。 ただし、19年及び235作望月に対し20食年との差が7日余り出るのが問題で、回を重ねるごとに、これが大きくなるので、予報としては5から6回くらいで使えなくなる。下の表にメトンの例を示す。他にも、日食の周期性を用いた予報の種類は多い。食の経過及び状況を示すために、食分という数値が用いられる。 海気色や金環色などの中心色は多くの場合数分、時には数秒以下しか見られない。海気色の場合、月が地球に近いところ、近地点にあって地球から見た際の視直径が大きく、地球が太陽から遠いところ、円日点にあって地球から見た太陽の視直径が小さい時には、月が太陽を隠す時間が長くなり、継続時間も長くなる。 また、月の影は、地球上を、西から東へ、秒速 1km、時速 3600km 余りほどで進んでいくが、赤道に近い低緯度地方で正午頃に見られるなら、地球の時点により月の影の移動速度が、相対的に遅くなり、やはり継続時間が伸びる。さらに、白道は、 王道から5.1度ずれているので、地球に落ちる月の影も地表面を射走するため、地球の時点方向が食の中心線と平行になる。地域から見れば、継続時間が伸び、そうした、好条件が重なれば、回帰日食の継続時間は、稀ではあるが7分を超える。紀元前4000年から紀元6000年までの間では、紀元。 西暦2186年7月16日に起きる回帰日食が最も長く7分29秒に及ぶ。この日食はサロス番号139番に属しており、このサロスは回帰継続時間が非常に長く、前後合わせて5回も7分以上の回帰が起こる。21世紀中は7分を超える回帰日食はない。金感食では、 回帰色と逆の条件があれば、長くなる。太陽と月の平均視直径を比較すると、太陽が32分、月が31分で、前者が、わずかに大きく見える。仮に月と地球の光点軌道が完全な円で、あったなら金管色しか見られなくなる。軌道が楕円であるため、視直径が変動し、海気日色も、金管日色も見られるのであるが、このような条件もあって、 金管食の方が継続時間の長いものが多い。回帰食は最長でも7分30秒程度であるのに対し、金管食は稀に12分以上継続することがある。回帰日食の際、普段は高級の輝きに妨げられて見ることができないコロナや公園の観測が可能になり、太陽の構造、物理的性質を調べる絶好の機会となり、太陽のみならず、 構成一般の研究にも大きな役割を果たす。第二接触直前、または第三接触直前には、月の表面にある起伏の谷間から太陽の光が点々と連なって見える状態になることがある。これを原理を解明したフランシス・ベイリーの名を取って、ベイリービーズ、ベイリーのジュズと言い,い、古くから月に起伏がある証拠とされてきた。 また、回帰食にて太陽がすべて隠れる直前と回帰が終わった直後、または北限回線や南限回線から食を見る場合には、太陽の光が一箇所だけ漏れ出て輝く瞬間があり、黒い太陽、実際は月の周囲に細く内部コロナが臨場に見えるのと合わせて宝石のついた指輪に似た形状となる。これをダイヤモンドリングといい、回帰日食の見どころの一つである。 これも月面にある起伏による現象である。回帰日食が起こると空がかなり暗くなり星の観測も可能な状態になる。そのわずかな時間を利用して1919 19年一般相対性理論の検証がアーサー・エディントンによって行われた。回帰日食中に太陽周辺の星を観測すると星からの光は太陽の重力場を通るため屈曲することになり、 一がわずかにずれる。一般相対性理論で予想される数値と実際に観測された数値とを比較すことで一般相対性理論の確かさが確認された。太陽光は光量が大きく有害な紫外線なども含まれるため部分色や金環色のように太陽の光球が完全に隠されない日食を肉眼で直接観測すると日食網膜症を引き起こし網膜の火傷や 後遺症、ひどい場合には失明を引き起こすことがあるため一定の性能を満たした観測機器が必要となる。人類にとって太陽は全ての生命の根源であり、世界全体を照らす最も重要な天体であることは古くから周知されており、世界各地の神話や宗教などで最高神として崇められてきた。その太陽が陰り、時には完全に隠れ、 明るかった空が暗くなるということは、科学的な説明が浸透する以前の人々にとっては、重大な出来事として認識された。そのため、彗星と共に、天変地異を予告する協調として恐れられた。近代天文学が確立する以前、多くの文明で、日食や月食を説明する神話が長い間、語り継がれてきた。これらの神話の多くでは、実月食は、 複数の神秘的な力の間の対立や争いによって起こるとされた。例えばヒンドゥー教の神話では、食が起こる月の昇降点がラーフ、高高点がケートという二人の魔人として擬人化され、この二神の働きによって食が起こると考えられた。この二神が象徴する二高点は後に古代中国で、ラゴー星、ケート星の名で七様に付け加えられ、供養の一員を成している。 また、北京天文台には、日食神話を描いた石の彫刻があり、以下のような説明が添えられている。ここで金魚とは、金色、太陽の中にいるという三本足のカラス、ヤタガラスを参照のことであり、引きガイルは、月のクレーターの形に由来するものである。この解説文からは、当時の文化において、天文現象としての事実の認識と現象に対する、 愉快な見立てとが両立していたことが伺える。バイキングたちの伝承を記したスノウリノエッタでは、スコルと呼ばれる狼が太陽を常に追いかけており、狼が太陽に追いつくと日食になるという記述がある。そして、世界の終わりの日に狼はついに太陽を完全に飲み込んでしまうという。日本においては、計算上は山大和国の時代。 卑弥呼が死んだとされる247年と248年に日本列島で日食が起きた可能性が推測されている。国立天文台では特定された日食は日本初期水古天皇36年3月2日、628年4月10日が最古であり、それより以前は途中の文献がないため地球の時点速度低下により特定できないとしていい。 その他多数楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。